どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリインボーク、メンテナンスが終わりまして、またまた、インボークですが、今回は2つ同時に始まりました。グールアモンさんと、ナキですね。白スーツの狩猟、ナキが来て、スペシャルガシャには、角蛇タタラさんですね。もう待ちわびたキャラクターが来てるんですが、これはきつい。まあなんで石の数を見てもらえればわかると思うんですけど、今回は10連しか回しません。っていうのも、なんだろうな、この石のあのセールをしてないっていうのもでかいんですよ。いつも石のセールが始まったらガーって買って、で、回すんですけど、今ね、石のセールちょうどしてないんですよね。まあ石のセール知ってたからと言って引くかって言われるとちょっと微妙なところだけど。はい、というわけで、早速キャラの詳細の方を見ていきましょう。もうね、ほんと待ち望んでキャラなんだよね。これがね、いつもの月1周期で来てくれてたら、もう確実に引いてるんだけどな。まあ今回10連でね、出てくれると思うんで、はい。というわけで、ステータスのを見ていきましょう。HP が12900万、ほぼ13000ですね。かなり高いです。で、攻撃力が1261。はい、高めですね。1000超えてますね。で、防御力405と、まあ最近ちょっと防御力低めのキャラクターが多いんですが、こいつは防御力低い分、HP がカバーしてくれてますね。なんでかなりバランスのいい、キャラなんじゃないでしょうか。で、こいつの固有アビリティが人間キラー GS、 はい、来ましたね。 GS2 倍です。で、ガードかな、ガード率アップ 20% かつダメージカット S-20%、 まあ、この2つでね、防御力をカバーしてるんですよね、実質。なんで、まあ、HP 高いし、まあ、防御も普通、みたいな感じで考えてもいいんじゃないでしょうか。で、ここに、武器耐久値アップ B でプラス2ですね。まあ、これはちょっと正直いらなかったかな。で、流血の迫撃 GS。GS ってあれ、入るかな、最近持ってたのは。麻痺 GS と、グル GS だったっけ、持ってたのは。はい、そんな感じだったと思います。で、スキルの方見ていきましょう。核燃発生状態、美覚ですね。まあ、核蛇か。核蛇ですね。ほう、レベル5。3ターンの間、敵前衛の防御力を 0.3 倍にし、流血状態にする。敵前衛へ攻撃力 1.2 倍の10連ダメージを与える。味方前衛の武器耐久値を3回復する。お、すごいな。なんかすげえ特殊なスキルきたね。まあ、最近、流行りの 0.3 倍、防御力 0.3 倍なんですが、1.2 倍の10連ダメージか。まあ10連ってかなり連撃で多いからね。武器耐久値これで1個削ってくれる。で、味方全員の武器耐久値を回復。まあこれが目玉かな、正直。他と違ってるのは武器耐久値回復を持ってるっていうことで、こいつはまあ若干サポートの面も兼ねてますよ、みたいな。そんな感じですね。で、逃走ステータスはこんな感じです。美覚の逃走ステータス覚えてないんだよね。32秒間味方部隊の攻撃レートをプラス2するが A で発動か。まあまあ、A を発動する頃には結構やられてるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと 3D モデル見ようか、せっかくだしね。格じゃだしな。望みのものは手に入ったか。やば、バリかっこいいやん。やば。あ、俺もっと青い感じかなと思ったんだけど、なんか黒いね。うおー。もっとね、なんか青白い感じかなって思ってたんだけど、真っ黒だね。望みのものは手に入ったか。おえ。宝石。宝石。望みのものは、すべてが終わる。すべてが終わる。終わりだ、邪魔だ。かっこいい。いやー、このキャラ確定枠まで回してーなー。はい、ということで、まあ10連で出ればそれでもね、損もう本当回してもね、促進剤が足りないんだよね。月1体とか2体とかだったら熟練で 100% まで持っていけるかもしれんけど、もう3、4体、5、6体って来られると本当にきついんだよ。というわけで10連回していきますか。まあこのキャラクター欲しいっていう人もかなりたくさんいると思うんでね、まあ貯めてた石をこれ放出してもいいんじゃないでしょうか。もうここまでね、もう今もね、強さ、このキャラクターの強さにね、あのクエストの強さがついてきてないんですよ。なんで別にどのキャラ使ってもどのクエストでもクリアできるから、別にどのキャラクターが強いですかとかいうのそんな気にする必要ないよ。っていうか来たんじゃね、これ。
はい、というわけでヨモさんでしたね。ヨモさんで思い出した、そういやフェスヨモ、ヨモさんいたなと思って、向こうの方も引かないといけないですけど、まあなかなかきついですよね。はい、というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。